村上投手の場合は160キロ投げるわけじゃないけれども、その160キロを投げられてるぐらいのバッターの反応の鈍さなんですよね。予想したって僕は海外行けるんじゃないかなと思いましたね。で、まあそう思ったのはね、村上投手を見ててね、誰かに似てるなと思ったんですよね。まあ、でも上原投手そっくりだなと思うんですよね。こんにちは、野球指導者応援チャンネルのジャーナリストの宇治原です。本日もよろしくお願いします。今日もね、動画を撮っていきたいと思います。今日もなるべくこういろんな話から育成につながる話をしていければなというふうに思いますので、よかったらね参考にしてみてください。今日はですね、阪神の村上頌樹投手をね、この前取材というか試合を見てきました。交流戦が今始まっていてね、阪神と西武の試合をまあ近くのね、あのベルナドームまで見に行ってきて、まあ村上投手今年本当にね素晴らしい成績を収めていますね。初登板で7回まで完全試合っていうところから始まってね、初完封もして本当にあの素晴らしいピッチングが光っていてね。で、まあ彼はね、僕高校時代も取材をしたことがあって、まあ大学はねピッチングを見たことがなかったんですけど、いいピッチャーではあるのは分かっていたんですけれども、実際ねプロに入ってどういう風になってきたのかっていうのはまあ全くまあ知らなかったので、何がいいのかなっていうふうにね、こう思いながら、そしてどういうねピッチャー像を描けるのかなっていうのを見ようと思ってね、この前行ってきました。本当に素晴らしいピッチングでね、8回を投げ切りましたね。素晴らしいピッチングだったんですよね。で、まあこれ多分もうこの動画出る頃に1週間も経ってるんで、もう次の登板も終われてると思うんですけど、今日は村上選手が何が良かったっていうことが一つと、もう一つはそこからね、何が彼のピッチングからこう得られる、こうピッチャーに必要なこと、これはまあプロ野球選手だけじゃなくて高校生中学生、今のうちから身につけておきたいことっていうところにねつなげてね、この2つのテーマでお話をさせていただきたいなというふうに思いますので、よかったらね最後まで聞いていってください、見ていってください。はい、よろしくお願いします。ね、まあ村上投手この前本当にベルーナドームで、投げたんですけど、彼がね実はプロ初デビューしたのが同じベルーナドーム、当時はメットライフドームって言ってたんですけど、でその時は炎上して、まあ、いい成績をね収めることはできなかったんですけれども、それのまあリベンジ戦でもあったんですけど、そこでね素晴らしいピッチングを見せました。8回無失点ですね、好投を見せました。素晴らしかったです。で、まあ、最初に見た時にね、まあ、何がいいかなっていうのがやっぱりストレートなんですよね。でストレートの何がいいかっていうと、球はね球速的に147、8、マックス148ぐらいで、そんなめちゃくちゃ速いわけじゃないですよ。143とか4とかもまあザラにあるしね。でじゃあスプリットとか、まあ、ツーシームとか、まあ、カーブはまあいいんだけど、打てないんですけど、あのめちゃくちゃすごいねこう特質な変化球を投げるっていうわけではないと思うんですよね。まあどれも安定してるって感じなんですよ。ただねこのねストレートに関して言うとね、まあ、すごいっていうのは、あのね、なんていうのかな、球が速いとか、コントロールはいいんですけど、球威があるとか、すごい特殊な、動くとか、そういうことじゃなくてね、まずね、ストレートを投げる時点で、彼自身が、もう本当に腹が据わってるっていうんですかね。もう、球がそんなに球速があって、球威がすごいあるピッチャーなわけでもないのに、バッターがみんなをこうね、気遅れしてしまうっていうまっすぐですね。気負いに押されるとか、そういうことじゃなくて、本当にゆったりとしたフォームからストーンってこう、もうすべてにね、こう刺されてしまっている。タイミング的に取れなくなってしまっているっていうところがね、あるんですよね。だからボールが低くても、手が出ない。低くて手が出ないとか、インコースのギリギリのところにも手が出ないとか、もう先に自分の中に入られてるって感じなんですよね、まっすぐが。あんまりいないなっていうぐらいの、まあ、まっすぐを投げたんですよね。で、そこに、まあ、スライダーとか、まあ、ツーシームとか、カットボールとか、まあ、スプリットを投げていくんですけれども、まあ、これらはね、それぞれ、まあ、安定していいんですよ。むちゃくちゃ、こう、落差があるとかじゃないんですけれども、球速帯が似てて、カーブ以外は似てて、そこで勝負していくっていう球なんですよ。ただ、やっぱりね、何がすごいっていうのは、この、やっぱりまっすぐなんですよね。まっすぐが、ブワンってうねってるわけでもないですよ。じゃなくて、本当にコントロールよく、さっきも言ったように、もう要は気が入ってるというか、もうストレート打たれないぞっていうね、気合いじゃなくて、もう本当にこう自信を持って、もう相手のバッターの前に入ってきてるんですよ。もうだから、スパーンってもう手が出ない。そのまっすぐがあるから、もう他の変化球がね、打てないんですよ。もちろんね、例えば大谷翔平選手が160キロ投げて、それにフォーク混ぜられたら打てないじゃないですか。まあそれはストレートの球速があるから打てないんですよね。それに対応しようというからね。村上投手の場合は160キロ投げるわけじゃない。けれども、
その160キロは投げられてるぐらいのバッターの反応の鈍さなんですよね。要するにストレート来たらタイミングが合わないから、それに対してこう変化球を合わせていかないといけないっていうようなタイミングの狂い方をしているんですよ。ということは何がいるかというと、もうよっぽどストレートがいいんですよね。160キロじゃないのにそれぐらいのクオリティがあるっていうことなんですね。で、それぐらい村上投手がこのストレートに対してね、極めてきているってことなんですよね。それはコントロールもそうだし、コントロールもね、本当にいいとこ投げるんですよ。コントロール良くて、だからカウントがね、ちょっと悪くなったとしても、もう全然ひるまないんですよね。悪くなったって感覚はないんですよ。コントロールが、例えばもう2ボールになったとしても、その次の球でもうすぐにドーンってまっすぐとかを懐に入れてくるから、もう全然だから本人的にカウントが悪くなるというイメージすらしてないって感じなんですよね。いつでもこのストレートでストライク取ったらいいんでしょって感じで投げてるから、そこにバッターも刺されていくから、本当にね、気質のいいまっすぐを投げてたんですよね。そのおかげで他もね、バランスよく、だからコントロールは他も球種もいいんですよ。いいからまっすぐが来てて、そこにスライダーカーブ、まあカーブはそんなに投げてないけど、スプリットっていうのがね、ツーシームっていうのが来ててね、本当にこう打ちにくいね、まあピッチャーというか本当状態だったんですよね。で、彼を見た時にまず何を思ったかっていうのが、まあストレートがいいっていうのを思ったのが一つと、もう一つはね、やっぱりピッチャーはまっすぐありきだなっていうのが改めて思いました。やっぱり最近ね、いろんな球種が流行ってると思うんですよ。まあカーブ、スライダー、カットボール、シンカー、ツーシームね、まあいろんな球種がね、最近ありますよね。で、かなりこういろんなね、まあ変化球の投げ方っていうのも本にされてたり動画にされてたりして、いろいろ覚えていると思うんですよ。で、変化球は僕は年を追うごとにこう球種は増えていっていいと思ってるんですね。こうそれ投げられるだけの体になったら変化球はどん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 増やしていっていいと思うんですよ。それは二十歳を超えたあたりからどん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 一つずつね、球種は増やすことの努力は僕はし続けるべきだと思うんですよね。俺はストレートが持ち味だ、だからこの変化球はいらないなんてことを言ってるピッチャーはもうしんどいと思うんですよね。まあ、だからとにかく自分のまあ体が許す限りだけれども、基本的にピッチャーである以上は新しい変化球とか使うか使わないかどうかにしても、やっぱりそこに挑戦していくべきだと思うんですよね。それはそれでいいんですけど、ただ忘れちゃいけないのは、ピッチャーっていうのはやっぱりね、まっすぐあってのことだっていうことを忘れちゃいけないと思うんですよね。変化球がどれだけ良くても、やっぱりまっすぐがないことには話にならない。で、結局ね、変化球投げられちゃうんですよね。いろんな変化球投げられちゃうから、どうしても変化球に走るんですよ。でもそれはどういうことかっていうと、ストレート極めきれない、要はコントロールよく投げきれない、要は低めとかにね、投げろって言われた時に投げきれない、あるいは、まあ、球速を高めきれない、球速はあるけれども球威を、まあ、投球フォームで、ね、いいフォームで投げてないから球威までつながってこないとか、何かね、欠点があった時にそれを改善しようとしないんですよね。結局ストレートを極めきるのがもう嫌だから変化球に走るんですよね。そして変化球に、いい変化球を投げられれば、その変化球を駆使してストレートを速く見せるということに走るわけじゃないですか。でもそれ根本はストレートは良くなってないんですよ。変化球がいいからストレートをよく見せてるだけなんですよ。でもそれはそれでね、悪いことではないけれども、でも本来のストレートがいいっていうところまで極めきれたら、その変化球のキレもものすごく効果的なわけなんですよ。ね、効果的なはずなのに、みんなね、どん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 球種に走るんですよね。だから最初言ったように、さっき言ったように球種は覚えた方がいい、でかなり持ってた方がいいんだけれども、それはそれとして、これから積み重ねていくことであって、まずやるべきはストレートなんですね。ストレートをコントロールよく投げる、相手の懐に入っていけるような質の高いストレートを投げるっていうことに対してまず努力をしなければいけない。やっぱりみんなね、今指先とか、まあね、ボールの使い方とか握り方をね、こう研究されてて、若くて中学生高校生でもいろんな変化球投げられると思います。で、それはそれでね、まあ、投げられるということは一つの、ね、武器にしておいてもらったらいいと思うんですけど、それ以前にまずはね、ストレートで勝負できるっていうところを持っていかないと、持っていくべきだと思うんですね。持っていくことができれば、村上投手みたいに160キロ投げられなくても、それだけのね、ストレートで勝負できて、ストレートで勝負できるから他のね、球種でもね、勝負できる、他の球種がどん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 生きてくるっていうピッチャーになれると思うんですよ。だから村上投手すごいな、すごいなってみんな思うじゃないですかね。阪神で今年すごい大ブレイク中ですよ。で、ファン投票、オールスターファン投票も1位ですよ。まあ、それだけの選手だと思います。それだけの選手だと思うけれどもね、やっぱり彼の何がいいのかね、コントロールがいい、その通り。でもやっぱりまっすぐ全体がいい、全般的に。要するにこれだけのまっすぐがあれば、やっぱり他は生きる。
切るだけのまっすぐを投げてる。なのでまずストレートあっての変化球っていうことを今ねアマチュアの選手たちは改めてねこう思ってほしいです。ただ速ければいいっていうストレートじゃないですよ。本当にこうとにかく、まあ、速いなら速いなりにそれをアウトローとかもうとにかく投げたいところに投げられるだけのコントロールを身につけること、あのそこまで到達しなくても到達しようと思うことがまず大事でね、まずストレートを極めようと。でストレートを極めた上で体ができていくうちに僕は変化球は投げられる球種増えていくと思うんですよ。体が強くなっていけばなっていくほど技術って僕は上がると思うんでね、まずその体を作ってね体が出来上がった時に次に進めると思うんで、それに応じて変化球を増やしていけばいいと思うんですよね。ただその前にまず何をやるべきかっていうのはまっすぐですよ。これは別にまっすぐ勝負をしろっていうわけでもあの試合でまっすぐしか投げちゃダメとか言ってることじゃないですよ。まずその試合では変化球も投げないといけないし変化球は投げていいんですよ。そうじゃなくてまっすぐを極めるということ、変化球をいい変化球を持ってればいいまっすぐなくても抑えられるのは事実です。事実だけではそうであってもまっすぐはまず極めましょうと。このまっすぐを極めることをね怠らなかったら日本のピッチャーどんどんねあの海外進出していけるしね、本当いけると思いますよ。村上投手だって僕は海外いけるんじゃないかなと思いましたね。でまあそう思ったのはね、村上投手を見ててねこれ誰かに似てるなと思ったんですよね。なんでもう上原投手そっくりだなと思うんですよね。上原投手っていうのはね、まあ、レッドソックスでワールドチャンピオン輝きましたけど、あのスプリットが武器じゃないですか。スプリット武器なんですけど結構ねまっすぐから行くんですよ。まっすぐでどんどんポンポンカウント取るんですよ。そんなにめちゃくちゃ速いわけでもないのに、でも彼は何があったかって言ったら相手の懐に入っていけるんですよね。まっすぐでビューンって投げてコントロールが良くてで刺すわけですよ、どんな相手にも。それができるだけのね、彼はやっぱまっすぐ持ってたしコントロールあったし、ね、それだけのやっぱりなんていうの気持ちも強かったし、で相手に入っていくからそのストレートを意識させるからこうスプリットがね生きてくるっていうピッチングをしてたと思うんで、まあそんなね投手に似てたと思うんですよ、村上投手はね。だから上原投手ももちろんですけど、村上投手から何を学ぶのかっていうのはやっぱりストレートあっての変化球っていうことで、ストレートを極めればいい投手になれるということでね、皆さん真似てもらいたいなと改めて思いました。もう変化球全盛時代ですよ。本当にみんないろんな変化球投げるし、あのいろんなところで研究はされてるしね、こういろんなデータを使ってこう投げればいいとかいうのは分かるけれども、それを投げることを否定していないんだけれど、まずねストレートっていうところにねまず気持ちをね持っていって、それを使ってほしいなと、そこを極めていってた上での変化球ということをね忘れずにやってほしいです。高校野球なんか見ててもね、やっぱりねどうしてもね高校生変化球走りがちなんですよ。走りがちで分かるんだけれども、気持ちはね、それの方が簡単に抑えれるから。でもそうじゃない、それはね簡単であって簡単じゃないですよね。もっともっとこうストレートを磨けばもっとその変化球が簡単にね、抑えられるものになると思うので、ぜひねこう取り組んでもらいたいなというふうに思います。ということで今日はね阪神村上投手がなぜいいのか、何がいいのかっていうのをね今日はテーマにしながら、これをね皆さん、アマチュアとかねこうあのプロ以外の人たちも生かしてもらおうと思って、それをねその極意についてちょっと今日はお話をさせていただきました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。最後にね告知をさせてください。まだオンラインサロンをやっています。野球指導者向けのオンラインサロン、こういった話であったりね、指導者にとって大事なことであったり、セミナーを開催しています。セミナーはね僕が開催するだけじゃなくてサロンメンバー独自で開催してもらったり、本当にねサロンメンバー同士が仲良くてあの非常に盛り上がっているので、あのねいろんなオンラインサロンあると思うんですけど、これほどあのメンバー同士が仲がいいというか楽しくやってるサロンもないんじゃないかなというふうに、ね、思うんで、ここはね僕の一番の武器だと思うんで、よかったら来てください。あとねライター講座を始めました。これはね音声アプリでのボイシーでやってるんですけど、ゆくゆくはオンラインサロン化をしたいと思っているので、ライター募集、ね、ライターになりたいという方いらっしゃったらね、ぜひねあのまずボイシーのね、音声を聞きに来てもらえたらなと思います。概要欄にね、すべて貼っておきますので、あの、ぜひ楽しみにしてください。ということで、今日はそんなところで、阪神タイガース村上豊樹投手のいいところについて、今日は、ね、お話しさせていただきました。今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。ジャーナリストのジャーナでした。また次回よろしくお願いします。